メルギュ君は、富山県小矢部市の PR マスコットキャラクターである。悲牛をモチーフとしており、栗から峠の戦いの際に活躍した、悲牛の子孫という設定である。1183年小矢部市で起きた、栗から峠の戦いの際、木曽吉仲軍は、牛の角に松明をくくりつけて敵中に放ったと言われる。その牛をモチーフに、源平家牛祭りの悲牛の、 ケレースが始まった1999年に作成された。名前の頭のメルは、親部氏が国内外の代表的な洋風建築物をモデルにしたメルヘン建築物が多く建てられ、メルヘンの町親部と呼ばれていることにちなむ。現在では家族と共に今葉山に住んでおり、 お腹には稲葉山牧場の牛舎を見て育ったことからできたメルヘン建築の模様に親部の文字が入っている。また性格としてはお茶目でわんぱく、人懐っこくて食いしんぼであり、住んでいる稲葉山以外にも宮島郷、栗から峠などで駆け回っているという。2002年にはメルギューく君の彼女として、 メルモモちゃんが生まれた。二人は仲が良く2012年のバレンタインデー、ホワイトデーには恋人の聖地に認定されている同士のクロスランド親ーにてプレゼントを渡し合っている。メルモモちゃんは栗から検定公園に住み、お腹のハートはクロスランド親ーにあるハートアイランドからハートの模様が描かれている。2015年の第6回。 ゆるキャラグランプリご当地部門でメルモモちゃんと共に第5回の66位から大躍進の5位入賞を果たす。県勢のゆるキャラではこれまでの最高位である。両マスコットはフランスのパリで行われるジャパンエキスポパリに2016年に出演。2017年も出演した。ありがとうございます。